あ、おはようございます。皆さんいかがお過ごしですか？今日は日曜日です。お仕事の方、お休みの方、いろいろ様々な方々がいらっしゃると思います。日本国、このジャパンはですね、本日は1月の27日で休日です。私はですね、本来であれば、昨日から現場工事でございます。うちの会社現場工事でございまして、私も行くべきかなというところがあったんですけど、あまりにも順調すぎてですね、結局今日は行きませんでした。多分今日も早めに終わると思います。福岡。今日の福岡は寒いです。午後からは雪という予報もありますが、それまでに終わればなというふうに思っている次第です。昨日は寒かったですね。まだ午前中は雪が降ってましてね。そんな中、実は工場の中ではなく外での工事でした。それもですね、5トン20トンというクレーンを使う上にですね、高所での作業です。片方というか、ある工事なんですが、2箇所、足場がないと工事ができない、現場内容でして、片方はですね、ローリングタワーで足場を組んで、ローリングタワーですね。で、足場を組んで、やったんですが、片方はですね、ローリングタワーも組めるようなところじゃなくて、結局は高所作業車も置けるような場所がないと。非常に悩んだ末に何をやったかというと、ゴンドラですね、ゴンドラ。クレーンにですね、ぶら下がるものを、前々から作ってるんですが、そこにワイヤー引っ掛けてぶら下げてですね、それに、人間が乗ると。それで、上に上げて工事をするわけです。片方はローリングタワー、要するにパイプの足場なんですけども、それを固定させて、片方はそのゴンドラに乗ってクレーンにつり下げられたゴンドラに乗って作業をすると、それによって仕事をしているわけなんですけども、その足場の高さといいますか、足元の高さ約7メーターです。7メーター、まあそんなに高くはないんですね。7メーターぐらいだったらね、まあ落ちたら死ぬでしょうけど、今日もそこで仕事を実際やるわけです。もちろん安全帯、ヘルメットをかぶるわけですね。怪我をしないようにしないのが、するのが一番なんですけど、現場工事で一番問題なのはやはり汗入りなんですね。汗入り。焦ってはもう怪我をする、落ちたりするんですね。これだけは用心しないといけない。それと、十分に休養をとってですね、体調も整えた上で仕事をしないといけないというのがあります。手前どもの工場といいますか、会社はしょっちゅう現場工事である、また高所作業も結構あるのでですね、慣れたもんなんですけど、その慣れっていうのはまた、ね、慣れ親しむというのはいいんでしょうけど、慣れてですね、それが余裕、この余裕はあるんでしょうけど、舐めるんですね。舐めると、それがまた怖いという、また危険であるということが言えるわけです。何を言ってるんでしょうかね。日曜日。そうです。私は今日は、現場工事行きませんでした。昨日ですね、はですね、今日も5トンのクレーンね、5トンのクレーンをチャーターして、レンタルしてますか。運転手付きですからね、クレーンの場合は。クレーンを手配して、今日もやってるわけなんですけども。昨日は5トンと20トンを2台使わなくちゃいけなかったんですが、結局、朝、現場に行くとですね、5トンしか来てない、5トンしか来てないわけですね。おかしいなと思って、その5トンの運転手の方に確認したんですが、なんと20トン入ってないと言われるわけなんですね。20トン入ってない。それでは、至急手配しないと、この工事終わらないぞと。クレームを入れたわけですね。うちの会社は事前に何日も前にほとんど20トン1台ずつ必要なんだということで、手配をしたつもりだということで、相談ですね、相談したんですけど、ところがですね、なかなかないんですね、なかなかない。土日、今、土曜日休むとこ多いというのもあるんでしょうか。要するに休みじゃないと工事できないところもあるの可能性もあるんですが、20トンがない。20トンがね、クレーンがない。聞くとですね、よく聞くとですね、今もうクレーンがないらしいですね、クレーンが。クレーンの手配自体がなかなかつかない。というのがですね、消費税が上がるのを見込んで、もうすでにですね、なんとですよ、建設ラッシュらしいですよ、マンション等の建設ラッシュ。なんか一戸建ても建ってる話されてたんですけど、建設ラッシュらしいです。実際、基礎から始めると、かなりの期間かかりますね、マンション等を建てるのは。
それで今の頃からもう建てると、建てる計画を立てている、かける程度ではなくて、実際実施されているということらしいです。それで、クレが足りない。まあ、クレが足りないというのはですね、実を言うと、実を言うとですね、クレーンそのものの台数がだんだん減ってるんですね。それだけ、仕事がないというのが実際あるらしいですが、その運転手の方がおっしゃるには10年ですね、10年、約10年、クレーンの仕事が減る一方だと。すでに福岡でも2、3件はですね、会社が辞めたと。それで2、30代は福岡市内といいます、福岡近郊は、クレーンはもうすでに減ってるらしいですね、減ってるらしい。ところがですね、そういう状況の上で、突如、湧いて降ったような話で、忙しくなったと。従来稼働率が 7%、70%、80% 良かったところが、今 100% ギリギリであってると、100% ギリギリでですね、そのために、横やりといいますか、突然クレーンが欲しいと言われたところでですね、クレーンがないと、クレーンがないというのが現状だというふうに教わりました。ここ最近といいますか、これからもしばらくは続くであろうと言われているらしいです。で、あるところに連絡して、なんとか、昨日もですね、手配しようとしたんですが、大きなクレーンは、さすがにあるんですね、大きなクレーン。60トンクレーンとかですね、そんなのあるんですが、まあ、そんなのをいちいち、使おうとすると、まあ、場所の広さの問題もあるし、あとお金ですね、金額バカでかい、大きな金額が発生しますので、それではうち払えないということになりますので、それは使えないということです。で、クレーンの運転手さん、クレーンの運転手さんですね、この方がいらっしゃらないと、手前どもは、現場工事というのはできないわけなんですけど、クレーンの運転手さんがですね、高年齢化が進んでいると言われました。高年齢化が進んでいる。もうすでに60近い年齢の人ばっかりだということですね。というのが、若手が全然入らないんじゃなくて入れなかったということなんですね。ここ10年といいますか、長い間、ずっとクレーンの需要というのは減る一方なのに、なぜその、若い人間を入れるかと。若い人間を入れると、それに教育しないといけない教育をですね、教育するだけの費用と、期間がないということで、結局はですね、高年齢化が非常に進んでいると。60近い年齢層がもう平均年齢じゃないかというふうにおっしゃってましたけど、実際どうなんでしょうか。まあ、それが、昨日のクレーンの事情、クレーン業界の事情であるというのを初めて知った状況です。というのは、手前どももですね、最近はクレーンなかなか使わなくなったですね、現場工事でね。制作して地方を遠方に送ることが非常に多くなってですね、この福岡近郊で工事するのは結構、まあ、それでも結構あるんですが、現場工事もあるんですが、なかなかそうですね、大掛かりでクレーン使うような工事っていうのが次第に減っていったというのがあります。それだけ、大きな設備投資ですね、大きな設備投資なかなかされないようになったっていうのも、あるんでしょうね。そういう意味では非常に寂しい限りなんですけど。まあ、でも仕事がな、しない限り、仕事をなんとか獲得して、仕事しない限りにおいてはですね、手前の会社も厳しいというのは、どこでも需要は一緒なんですけど、利益を稼いで税金払わないとですね、会社に成り立っていけない、給料も払わなくちゃいけないわけですから、それでもやらなくちゃいけないわけですね。だから、ひょんと、メーバーのように、変幻自在に会社も変化していかなくちゃいけないわけですね。そういうことだと思います。で、バイオマスセミナーなんですよ、一応これは。バイオマスセミナー、かなりの回数重ねてるんですけど、最近自己宣伝ばっかりさせてもらってるんですけど、そもそもバイオマスって何だという話は、従来から何回もさせていただいたんですが、また SHTS ドライヤー、これは廃棄物乾燥機ですね、手前のを作っている乾燥機。その廃棄物乾燥機の、説明する前にですね、このバイオマスに関連しているもんですから、バイオマス関連しているもんですから、その辺もちょっと説明して上で、この廃棄物乾燥機の SHTS ドライヤーについて説明しようかなというふうに思います。いかでしょうか。ああ、そういうことです。ちょっとね、画面を変えましょう。画面を変えるんですよ。画面を変えますね。いつもそうなんですけど、このですよ、これはですね、これはですよ。この UST の、今放送している内容をですね、放送しながら見られる方ってほとんどいらっしゃらないけど、まずいらっしゃらないですね。後で見ていただくんですけど、それでも、ご視聴者の数っていうのは非常に少ない。それでもなぜやってるんだろうかと、普段からそう思ってるんですけど、なぜかやってるんですね。まあ、趣味なんでしょうか。趣味って言っても、最近はね、一時期は毎日やってたんです。最近は、そのやれる、時間がないっていうのが実はあるんだってですね。困ったことですね。困ったことっていうか、いいことかどうかわかんないですけど、それでこんなにやってくるんです。
それで時間はなんと10分近くこれだけ済んでるんですよ。時間ですね。最近は違うんですけど、YouTube、このユーストリームで放送した内容をですね、誰も見てない中で放送するんですけど、この内容をですね、なんだっけ、録画したものを YouTube にアップできるようになってます。簡単にですね、アップできるようになってます。で、YouTube、従来は、ね、15分という時間制限があったんですね。15分という時間制限。それで私は15分内になんとか収めようというふうに頑張ってきたというか、従来やってたんですけど、最近はそうでもないんですね。15分以上であっても、この YouTube にアップできるというのがあって、こんなダラダラと話してるわけですね。いかんですね。いや、いかんというふうに分かってるんですが、話してるわけです。そういうことです。では今からですね、ちょっとウィキの画面、ウィキを使ってですね、バイオマスの説明した後の関連性を含めた上で、この手前の乾燥機の説明をしようかなというのを思います。普遍性がないと、やっぱり一般的な話じゃないとですね、特殊な話だって一緒なんですよ、結局はね。なぜこの廃棄物乾燥機かというのをまず説明しないといけないんですけど、これは要するに、手前でも勝手に考える。まあ、その機械の構造とか、その役割、あるいはですね、このなぜこの SSDS ドライヤーかというのは、当然その製品を生み出す際に基礎となっていますが、根底にあるものは確かにあるわけなんですね。ある考えに基づいてやるんですけど、それがあくまでもビジネス商売ですから、売れないといけない。そうすると、その今の時代にあったもの、今の時代で買ってくれるものっていうのが前提に来るわけですね。売れないとものにならないし、お金にならないから次にも進めないということがあるんですけど、まず売れるものを作るためにやはりどういうものが求められているかっていうのが必要なんですが、で、この関連性として、これは、この製品というのはもともとはですね、手前のバイオマスというのに着目して、特に環境分野ということですね。これからは環境ということでずっと言われてましたので、その環境に関連したこのバイオマスという言葉からですね、乾燥機というのが出てきて、まあこのバイオマスという言葉自体はですね、手前でも実は最近使い出したわけであってですね、従来古くから使っているわけでも何でもないんですけども、ただこの当てはまる製品ですね、この SSDS ドライヤー自体はですね、8年になります。開発を始めて8年。8年になるんですが、その当時からこのバイオマスという言葉があったわけじゃなくてですね、途中でこのバイオマスと組み合わせていった、つまりその環境に合わせていったというのも言えるんじゃないでしょうか。というふうに勝手に判断しているわけです。まあ、買ってください。それではですね、買ってくださいね。それではですね、ちょっとバイオマスについて説明を先にやって、間違えた。あれ？ちょっと待ってくださいね。操作方法を、これです。で、ちょっとウィキの内容を出しますね。あ、これ違う。メニーキャムを使ってるんでですね。メニーキャムを使ってるので、メニーキャム使ってるんですよ。メニーキャム使うとですね、ディスクトップの内容自体を流せるっていうのがあってですね。それで、やってるんですけど、なんじゃこれはでしょう。この中に収めればいいんですよ。メニーキャムを使ってですね、画面の内容っていうのを説明するとできるんですよね。このディスクトップで。それもある程度の大きさにやってできるわけなんですね。今やってるんですよ。これがそうなんですよね。これなんですよ。これで画面の大きさを設定すると見えるようになるというのはこのメニーキャムなんですね。他にも多分画面設定できるやつあると思うんですけど。で、これ、このですね、このって言いますかね。この内容はですよ、実を言うと、よし、これでいいかな、見えますかね。この内容はですね、少し画面綺麗だと思いませんか。エンコーダー使ってます。Adobe のプラスメディアライブエンコーダー使ってます。少しは綺麗だと思いますけど、まあ、ということです。見えますかね。なかなか見にくいかな、やっぱり。
デスクトップの画面を映すのはやっぱ難しいのかなというふうに思いながらもやってるわけですね。見えますか？まあ、少し見えればいいですね。はい。で、このバイオマス、バイオマス自体、これ何て書いてあるかというと、ね、これ、バイオとマス、要するに生物と物質の量なんですね、量。バイオ。バイオというのは生物ですね。で、マスというのは、量です。大量のバイオマス、つまり生物ということでしょうか。違うのか、生物由来の資源を指すこともあるって書いてあるから、そういう意味なんですかね、生物由来の資源。ただ、この名称自体は生物のマス、生物のマス、生物のマスと書いてあるから、量ですよね。量、このようにバイオマスっていうのは生態系学でとか、なんかいろいろ書いてある。よくわかんないんですよね、実は言うと私もね。ただ、生物の量って書いてあるので、たくさんあるのことのバイオマスというのは生物そのものを指しているかなと。要するに、その利用するためのこの生物由来の資源。この通りだな。生物資源、生物由来の資源、要するに自然のものですよというのを指しているというのがバイオマス。このバイオマスの名前だろうというふうに思います。BIOMASS、バイオマスですね、はい。で、このバイオマスの特徴は、ご存知のようにカーボンニュートラルと言われています。これ二酸化炭素の観点から、これはカーボンニュートラルという名称が出ているんですけど、プラマイゼロです。何がプラマイゼロかというと、この生物というのは二酸化炭素を吸って、酸素を出していると。それで、二酸化炭素を考えると、マイナスの状態で生物というのは、植物、特に植物ですね、は完成していると。その植物をから、まあ、動物もそうですね、植物を食べて、成り立っているんですが、生物では成り立っているんですが、元と合わせはやはり二酸化炭素を、吐き出していると。吐き出していると。その吐き出しているものを、使うとですね、結局は二酸化炭素を出してしまうわけですね。出してしまう。で、二酸化炭素を出すからプラスになるんですけど、事前にその生物の成り上がり、成り立ちは二酸化炭素を CO2 を出していると。酸素を、二酸化炭素を出して、二酸化炭素を吸収していると。二酸化炭素を吸収しているために、プラマイゼロになると。プラマイゼロになると。わかります。そういうことです。で、それでいろんな用途に使われようとしているが、一番実は多いのは、あれです。ゴミ発電です。ゴミ発電。ゴミを燃やして発電するっていうことが実は非常に多い。今現状です。それで他の用途ということで、特に、今買取制度はありますけど、それで、認められているのが、実は、発酵ですね。メタン発酵。で、メタン発酵でガスを発生させて、それでガス発電をすると。まあ、ガスはいろんな用途には使えるんですが、ガス発電をするということですね。での、固定買取制度のバイオマス利用。もう一点が、燃やす燃焼ですね。燃焼によって発電する。それは木材ですね。特に間伐材ですね。日本の森林の荒廃が問題視されています。日本の国土面積の約 70% 近くを森林が占めるんですが、そこで問題になっているのが特に間伐材です。はい、切り取った後の、間伐材は森に眠っていると。それによって森の荒廃が進んでいるんですが、それを利用しようと。ところが、それを利用するためにはお金と人がいると。お金は人がいる。ところが、この森林というか木材というのはなかなか売れないと。例えば外材が入ってきて結局はコストがかかって売れないという問題があると。それに森林というのは林業なんですけど、林業の相手が少なくなっていったということですね。それは儲からない商売、誰がやるかということになるんですが、それではいけないということで、お金が回るよと。まずお金が回らないと。これ自体が森林が衰退するということで、買取制度と始まって、特に木材に関しては、間伐材を使った、間伐材ですね、を使った発電というのは最も金額が高いですね。そうしないと、やはりいけないわけですね。他に、廃建材ですね。廃建材での発電とかいろんな発電はあるんですが、一番価格が高いのは間伐材。林地残材を使った、林地残材とも言いますね。森に眠っている間伐材、林地残材を使った発電が一番高い、価格が高いということになっています。そういうことです。で、このバイオマスで問題になるのが、エネルギーの熱量、まずエネルギーの熱量はどのくらいかというと、石炭と比較すると約半分と言われています。半分。半分。
半分ね。それはどういうことかというと、乾燥した状態なんですね。乾燥した状態。乾燥した状態を使った場合。今のところ、バイオマスバーナーで燃やす場合はですね、バーナーで燃やす。燃やせるものもきちんとあるんですが、手前ども、提案、ご提案申し上げているんですが、この 20% ぐらいなんですね。20% ぐらいになったら燃えるんですね。ところが通常はね、80%、ここに書いてある、80% 以上あるんですね。で、80% 以上ある場合、メタン発酵という方法を使うんですが、これは乾燥工程が不要だということでメタン発酵なんですけど、非常に場所を取るというのがあります。場所を取るというのがあります。大きなタンクを設けて、そこに、投入するわけですね。で、発酵させないといけない。発酵させない。まあ、硫化水素が若干発生するので、その辺の考慮は、機械的の材質との考慮は必要なんですが、メタン発酵という方法がある。もう一つ、乾燥させて燃やす方法もあるんですね。2つの方が乾燥率っていうのが一番問題になるんですよ。実はバイオマスの問題になると。乾燥させるっていうエネルギーが燃料しております。で、乾燥させるのにエネルギーが必要だというものがあるので、メタン発酵と一つの方法。ただ、乾燥させるエネルギーをどうするかということを解決すればですね、その手前でも乾燥機っていうのを使えるわけであって、それを使ってですね、燃焼して、まあ、その熱を熱利用できるということが言えるわけですね。問題はこの乾燥率。それは熱量自体はですね、乾燥させると約灯油、これ灯油と書いてますけど、大体化石燃料の半分ぐらいだと、通常石油の半分程度と言われていますけど、そういったことが言えるわけです。熱量としてはですね、それを存分使おうということなんですよ。で、このバイオマスという中には当然植物ですから、自動車の油ですね、ガソリン等も作れるわけなんですよ。ところが、その油を作る際には、こう書いてあるかな、トウモロコシ、サトウキビであれば簡単にできるんですね。ただ、食べ物と競合するので、食料とのトレードオフって書いてありますけど、競合しないもの、何かというとですね、やはり、このセルロースと言われるもの、セルも食べるものじゃない。具体的に言うとですね、例えば木材とか植物でも草、そういったものはですね、セルロースで食べ物と競合しないので、そういったものを利用して油を作ろうという動きもあるし、もう一つが、書いてあるかな、利用形態として、マテリア利用ですね。廃棄物系バイオマスと未利用バイオマスがあるんですが、これを利用するんですけど、もう一つがマテリアル利用。マテリアル利用というのは、樹脂、車の部品で樹脂使われていますが、ああいった部品で使うとかですね、製品の部品の材質として使うと、材料として使うと、それも自然界の間だったらバイオマスを使うという動きもすでに行われています。ここ書いてありますね。生分解性プラスチックの生成。生分解性のプラスチックの製造もできるということですね。はい、そういうことです。あれこれ、もうこんな時間経っちゃったけど。ということなんですよ。まあ何分経ったんですか ?23 分経ってる。あら、これ説明するまで逃れそうですね。今日これで終わりましょうか。なんか止めどもない話しちゃいました。すましん。今日はね、休みですからね。すましん。ちょっと画面を戻しますね。ああ、すみません。はい、今日の題目からは非常に離れた内容で、何説明してるか分からないような内容だったんですけど、よかでしょうか。今日はこれで終わりたいと思います。もう今、終わりたいと思います。グッバイザー1時、さよなら。またお会いしましょう。さよなら。See you again.